こんばんは。今日は2019年7月の17日夜の10時、ここは東京駅です。これから明日のうなぎツアーに備え、まず夜のうち夜行列車で浜松まで移動します。新幹線で行くと浜松まで3800円ぐらい、確かねプラス料金かかったと思いますけど、夜行列車であれば1400円で済むので、浜松まで3時間ごろりと横に寝ながらの移動です。新橋駅で行列を作っているサラリーマン、帰宅ラッシュの混雑を尻目にゴロゴロ眺める、これなかなか、これだけでも最高の瞬間です。さて、私はうなぎが大好きで、また視聴者の皆さんもうなぎが好きな方多いと思うんですが、明日はですね、朝ごはん、昼ごはん、そしてお腹に余裕があると思いますんで、おやつと夕飯、それらすべてうなぎで締めくくりたいと思っています。そのなんとも贅沢な一日のために、まず夜のうち浜松へ移動しておいたのです。午前1時11分浜松駅に到着。駅の近くにあるホテルセレクトインという、まあ、ちょっと安めのですねビジネスホテルに泊まりましたが、こんな遅い時間のチェックインですから、これはツインルームですけどね、あのシングルで予約したんですが、上の部屋に格上げしてくれました。このセレクトグループというのは、もともとあるホテルを改装して新しくオープンするというタイプのホテルなんですが、もともとホテルルモンドというホテルだったそうですね。これがドアのところにまだシールが貼ってあるのがちょっと面白かったです。それでは翌朝、改めておはようございます。今日は7月の18日東海道本線浜松駅に来てます。あと4分でうなぎ屋さんのオープンです。だいたい浜松駅周辺にうなぎ屋はいっぱいあるんですけども、10時半か、まあ、11時のところが多く、ほとんどは11時ですね。私が行くのはここです。浜松駅のビッグカメラの下にあるこのうなぎ屋さん、丸浜って言ったかな。値段が結構安いんですよね。2800円、3000円などと並んでいます。そしてその中でもひときわ安いのが、平日の11時から13時まで限定で特に割引かれているんですけど、うな丼2000円です。浜名湖うなぎと書いてありますが、これはつまり浜名湖で取れた正真正銘のちゃんとしたうなぎなんですけれども、直営店なんですね。そのためにこのような安い値段になっているそうです。実は今回はですね、これも安いからね迷ってたんですけど、これともう一つ食べたいと思ってたものがあり、うな丼、うな重にですね、ご飯、うなぎ、その上にもう一回ご飯、そしてその上にうなぎという二段重ねになっているうな重もありまして、それがこのお店の名物でもあったんですが、今はね、ちょうど売るのはやめたそうです。だからその代わり、この格安うな丼にすることにしたのでした。これでも十分です。いや、本当に立派ですね。私はもうこれに備えてですね、朝の7時ぐらいに起きたんですが、ずっと何も食べずお腹を空かせておきました。水だけで頑張りました。その目の前に素晴らしいご褒美、うなぎの香ばしい香りとうなぎのタレの匂いが食欲を誘います。さすがにですね、いつもまずそうに食べている私も、こればかりはさぞや美味しそうな映像が撮れてると思うんですけどね、どうでしょうか。ずいぶん大きく切りました。いただきます。表情はね出てませんけど、あ、出てましたね。幸せそうな顔を見てください。バクバク食べたくなってですね、どんどんうなぎは減っていくんですが、あんまり勢いよく食べるとちょっと骨が喉に詰まりますんで、気をつける必要があります。これはですね、うなぎのタレかけ放題だったんで、ご飯が余りそうだったから、いいや、もうかけちゃえ、ご飯にもダイレクトにかけてしまいました。でもやっぱりよくね言いますけど、うなぎが美味しいんじゃなくてうなぎのタレが美味しいとか言う人ねいますけど、私も最近うなぎ食べてなかったんで、その説あるなと思ったんです。そんなことなかったですね。やっぱね、食べてみたらうなぎあってこそのうな丼、うな重だと改めて思ったのでした。さて皆さん、うなぎについてここで簡単にご紹介したいと思いますが、もともと海に行ったりとか、まあ、それから川に登ってきたり、そういう魚なんですね。浜名湖というのは江戸時代、それよりもちょっと前かな、地震で海とつながりまして、それからうなぎが登ってくるようになったところです。現在では浜名湖で繁殖したうなぎ、それが海へ行って、また帰ってきて浜名の海に卵を産み、シラスウナギとして生まれた稚魚、まあ多分浜名湖で生まれたと思われるんですが、それをまた捕まえてきてうなぎの養殖をするということになっています。こちらは肝水、大変立派ですよね。これもまた出汁がしっかりと効いていて、そんなに味付けが濃くなかったんですね。だから出汁をかなり深く味わうことができました。とても美味しくいただきました。これ実は10分ちょっと12分ぐらいでね食べちゃったんですね。そして浜松から次の目的地へ移動します。ホームに上がるとすぐに光号がやってきました。なんともタイミングのいいことです。次の目的地は今出ていました名古屋です。浜松駅を出てちょっとしたら、このように進行方向右側、浜名湖、うなぎの養殖はこの辺りでまさに行われています。浜松といえばうなぎをイメージする方が非常に多いんじゃないですか。私ももちろんその中の一人です。ここはうなぎの養殖だけではなく、リゾートとしての開発も盛んで、おそらくこの辺りの旅館では出てくるんじゃないですかね。新幹線でわずか40分、名古屋に到着しました。
名古屋といえばね、皆さんがイメージする食べ物があるんじゃないかと思いますが、さすがにまだお腹がいっぱいです。そこでこの名古屋をすぐ離れ、別の場所へ移動します。乗り換えるのは名鉄線、行き先は中部国際空港です。中部国際空港も名古屋みたいなもんですけど、常滑市になるんですかね。別に名古屋市ではないので、一応次の目的地ということなんですが、ただもちろんそこにあるのは、中部空港は名古屋の空港でもありますから、そこにはですね、必ず名古屋名物のあれを食べられるお店があるはずです。日本航空の切符をあらかじめここで買っておきました。次の目的地を先に行ってしまいますと、次は成田です。さて、そして空港の中に様々あるお食事どころ、その中の10番、名古屋名物ひつまぶし丸屋本店。これは名古屋駅にも多分入っていたひつまぶし屋さんだと思うんですけどね。これです。さすがにあまり大きいひつまぶしはちょっと頼みがたいということで、さっきも食べましたんでね、今少しだけお腹が減ってきたところでしたが、でもこれぐらいはペラリと食べられちゃいそうです。これがまた丸ひつまぶしということでしたが、こういう丸いおひつの中にうなぎがまぶされて、丸ひつまぶしってそういうことですよね、多分ね。ご飯は少しだけ少なめにしていただきました。まあその分ね、ご飯とその上に乗っている具の割合が同じなんて幸せなことじゃないですか。こうやってこういうふうにこううまく混ぜてですね、でそれでお茶碗の上に取って食べるというのが、まあ、ひつまぶしの正しい食べ方かと思うんですけど、いやいいですね、やっぱり具が多くあるこういう上に乗せたものって、まあ、今言ったことですけど、本当に幸せな瞬間を過ごしました。さっきですね、うなぎのかば焼きを食べて、またこれ食べるとちょっと飽きてくんじゃないのかなと思ったんですけど、全然飽きなかったですね。やっぱね、こううなぎを前にすると、さっきまでうなぎ食べてたからな、もううなぎは十分だと思うんですけど、全然ねそんなことなくなって、あっという間にまた食べてしまいます。実は途中でですね、はち切れるほどお腹がいっぱいになってですね、どうしようかなと思ったんですけど、でもなんだかんだうまいうまいと、さまざまな薬味、それに誘われて全て食べてしまいました。これしそですね。そして今度はわさび。私わさびというのはほとんど食べないというのを視聴者の皆さんもご存知だと思うんですが、こういうちゃんとしたお店に出るわさびをこうやってですね、上にこうだし汁などかけて、ね、これがひつまぶしの正しい食べ方なわけですけど、これ食べんなね、あこれ最高だと、あまりにも美しい映像だったので、それに見とれて水浸し大洪水になってしまいました。これはまずいと思ってですね、急いでそのだし汁は飲んで、ちょっと洪水の縮小に努めました。その後は本当に美味しくいただきましたよ。いやーこれね、あちこちにこうわさびがうまくまぶされて、いやーこのネギもね、これ良かったんですよ。爽やかに2杯目をいただきました。結局私があまりにもたくさんよそったもんだから、あれはね2杯ちょっとで全部なくなりましたね。これもうめちゃくちゃお腹いっぱいなんですよ。でもね、お腹いっぱいなんだけど美味しくて食べちゃうんですね。大丈夫かなこの後と思いながらも、自分が意外といろんなものをたくさん食べられるんだということに気づいた今回でした。ちょっとなんかくちゃっとしてますけどね、でも最高に美味しかったですよ。まあ見りゃわかりますかね。これはまたこのお店特製のお茶だそうで、有名なお茶をあちこちブレンドしてるんだそうです。確か愛知のこの辺、新城のお茶だとか静岡茶とか書いてあったかな。さて、そして日本航空に乗って次の目的地は成田空港。飛行機は結構空いていましたね。おかげで窓側も簡単に予約することができ、景色を楽しめたのですが、なんとちょうど日本一円が曇っているのに、この日だけ、この場所だけですね、これ分かりますか、浜名湖、その中に浮かぶ弁天島です。ここの河口のところからシラスウナギ、ウナギの親、それが登ってくるんですよね。そして画面右の端のあたり、あそこら辺にですね、うなぎの養殖場が多くあるはずです。うなぎの養殖というのはビニールハウスでやっているそうで、近くへ行ってもうなぎがニョロニョロしているのを見ることはできません。せっかくですから、ちょっとだけ景色のご案内。これは静岡の南端になるのかな、御前崎です。そしてこちら、ちょうど今日からかな、新海誠さんのね、新しいなんか映画が出るとかいう話ですけれど、私もね何度も訪れたことがあります。伊豆諸島の南側、神津島、こちらは式根島、新島、そして椿の島、利島、この間皆さんに別光寿司のご紹介もしました。こちらは大島、この辺りに岡田港がありますと、島巡りなども楽しんだところで成田空港に到着。成田空港第2ビルからすぐ JR に乗り換えます。 JR で一駅、目的地は JR 東日本成田線の成田駅です。向こうに見えているこれは成田山新勝寺、初詣で有名なお寺ですよね。ですから成田は空港の街であり、またお寺の街でもあるというわけですが、
門前町である以上にさらに有名なのが、いやどっちかな、あのお寺の方が有名かもしれないですけど、これですね。これわかりますか、この、ま、幕がかかってますけれど、ゆるキャラですね、うなりくん。飛行機と鳥かなと思いきや、尻尾を見てください。これは鳥ではなくうなぎでございます。これちなみにね、これ可愛いなと思って見てたんですけど、なんとこのうなりくんはゆるキャラグランプリでも制覇してたんですね。それは知らなかった。確かにこれはうまいゆるさ、うまく作ってありますよ。成田がなぜうなぎ名物なのかと言いますと、元は江戸時代成田詣というのが流行りまして、そしてその江戸の人で、江戸でもうなぎが流行ってたもんですから、じゃあそれに合わせてうなぎ作ろうということで、それで成田でもうなぎが当時は取れたんですね。印旛沼とかそういうところで取れたうなぎ、川魚を料理して出すというのが流行ったそうです。私が行ったお店は川豊。ここはですね、成田の中でもおそらく一番人気のあるんじゃないかな。一番古いお店は江戸時代の店とかあって、ここは明治始めたところなんですけど、奥のあたりでうなぎをさばいているのが有名で、いつも行列ができているお店ですが、今日は時間がもう夕方になっていましたので簡単に入ることができました。いただいたのはうなぎの白焼きです。いやー、うなぎのね、かば焼きばっかりだと飽きるかなと思って、今度は白焼きにしたんですけど、それでもやっぱりうなぎはね、もう3回目飽きてんじゃないかな。でもね、全然飽きなかったですよ。やっぱり何度食ってもこれは美味しいんだなと思いましたけどね。なんか今見ててもね、この動画撮ってる昨日うなぎツアーをやって、その翌日にこの音声録音してるんですけど、やっぱ見てて美味しそうに見えますもんね。まずは最初何もつけずに食べることにしました。いや、この時点で美味しい。お醤油をつけて本来は食べるのですが、何もつけずに、そのうなぎ本来の味もですね、タレなどでごまかさず、本当にいいちゃんとした調理方法を使ってんだなというのがよく分かりました。そしてまたわさび、何度も言うようですが、私はわさびは嫌いなんですけれど、本当に美味しいわさびをうなぎにつけて食べる、これ以上の美味しいものはそう簡単に世の中にはないと思っています。こんなにつけちゃいました。いや、いいわさびをちゃんと吸ってね、くれるわけですよ。これも裏にびっちりと醤油がびっちりでもないけどついていまして、あー、こんなに大きく切って、いや美味しい美味しいな。これですね、アンケートありました。このアンケートはまあお店のためにもちろん出すわけですけれど、それ以上にですね、自分が本当に最高のものを食べたのだということを文字の上に表すために、自分の確認のためにこのアンケートを書いたと言っても良いでしょう。もう半分食べてしまいました。これ1枚で、1匹分ですけれどね、3400円の白焼き。ちなみにさっきの、ひつまぶしは2700円ぐらいでしたけどね、やっぱり高級なのでお財布はどんどんお金が減っていきます。何が美味しいって、まずふっくらしている、そして香りが香ばしくて、かつわさびとですね、お醤油がまたうまくさっぱりしてて、これが合うわけですね。うな重とは全く違った魅力のある白焼き。やっぱね、めったにうなぎ食べる機会がないと、やっぱスタンダードなかば焼きかなってなるんですけど、うなぎをたくさん食べるような今日だからこそ、変わり種の白焼きもまた美味しくいただけるのです。いやでもね、白焼きがかば焼きに劣るってことはないんですけどね。なお今回ですが、産地をお聞きしたらば、鹿児島産大隅のうなぎだと伺いました。実はうなぎの生産はですね、全国1位は鹿児島なんですね。ともう全部食べてしまいました。そして最後に、これね、いつも入り口のところでうなぎをさばいているんですが、今日の作業はちょうど終わったところでしたが、こんな風に移させてもいただきました。皆さん優しく対応いただいてありがとうございました。その帰り、なんと残念なことにこのようにとんでもない雨に降られましてですね、びちょ濡れになったんですが、でもうなぎの美味しい思い出はお腹の中にしっかり残っております。これだけうなぎを食べまして、今雨にも濡れましたが、でもまだこの後楽しみがあるから大丈夫です。結構深刻な雨降りましたけどね。次の目的地は、また後で、意外なところですから内緒にしとこうかな。一旦成田空港に向かいます。空港から速達の特急列車に乗った方が早いからです。スカイライナーで大急ぎ日暮里、そして上野へ。もう一度成田山新勝寺、その五重の塔かな、あれ五重の塔じゃないな、この塔を後ろから眺めます。ちょっと新勝寺も詣でて行きたかったけれど時間はありません。いや、参っていくという言い方か、詣でるのは神社でしたっけ。上野からは大磯、また浦和まで特急列車に乗り換えです。つまり次の目的地は埼玉県埼玉市浦和区です。もともとは埼玉の県庁所在地だったところです。さて、ここで話は変わりますが、この日2019年7月の18日は皆さんもご存知と思いますが、この事件があった日でした。私も次々と死者が増えていくその様子に、東日本大震災と同じような気味の悪さを覚えたものです。この時まだ20人死亡ということでしたが、この後は最終的に33人まで増えました。私も楽しい思いをしましたが、しかしその一方で一日中このことを気にかけていたということも、今回将来に続く自分の人生の一つの記憶としてこの動画にも残しておきたいと思います。しかし改めて気を取り直しまして、 JR 東日本浦和駅に到着。浦和はもともと埼玉県庁所在地浦和市の中心だったところです。
今でも埼玉市の中心であることは変わりませんけどね。そこには旧中山道が通っていまして、その目の前にある老舗のうなぎ屋さん、増屋さんにこれから伺います。ここは江戸時代というわけではないです。確かに明治時代の開業だったと思うんですけれども、しかしそれでもかなりの伝統のお店で、浦和ではかなり人気のあるうなぎ屋さんのようです。大きかったですからね。なぜ浦和なのかと言いますと、この浦和は実はうなぎのかば焼き発祥の地なんですね。かば焼きには2種類ありまして、さっき言ったようにもともとはうなぎを輪切りにしたような状態でそれだけそのまま焼いたものなんですが、それはですね、ここ発祥というわけではないらしく、現在のいわゆるうなぎのかば焼き、それがこの浦和発祥らしいですよ。最初にまずビールを出していただきました。ノンアルコールビールですけどね。うなぎというのは焼けるまでに時間がかかります。その前にお酒を飲むというのが江戸の人の粋な楽しみ方だったようです。しかし割とすぐに出していただきました。炭火で焼いた、多分今日食べたうなぎ全部炭火で焼いてたんじゃないかなと思うんですけども、立派な今日の夜はうな重です。やっぱりこういう重箱に入っているものこそがね、一番なんかスタンダードな見栄えだという気はします。こちら側も肝水、今日2杯目の肝水かな。あーふっくらしてる。箸の掴み心地もあります。実はですね、うなぎ食べるの久しぶりだって言ったんですけど、この間安いうなぎを吉野家で食べまして、で吉野家のうなぎもね、安いですから、安さにコストパフォーマンスはいいと思うんですけど、でやっぱ安いからなと。それでですね、実は今回のことを思い立って、本当に美味しいもの食べようと思って始めたんですけど、やっぱふっくらとしてる、ゴムみたいなとか言ったら吉野家の風評被害ですからね。でもあのうなぎとは違いますね。あー美味しい。これ今見せてますね、幸せな思い出がまた蘇ります。結局のところ1日に4回もうなぎを食べたら飽きるのではないかと思いましたが、それぞれのよりすぐりの素晴らしいうなぎを食べ続け、全く飽きるということはありませんでした。胃腸がうなぎをこんなに消化するのが大変かどうかよくわかりませんけれども、翌日になっても元気にやっておりますんで特に問題はないでしょう。また例によってもう半分食べてしまいました。これ今加速して食べてるんですけど、こんな風にね、細々と口に入れる回数が多い方がいいなと思いまして、小さく切って食べることにしてるんですよね。それでももうほとんどなくなってきています。あと二口で終わりですね。いや寂しいもんです。そして最後の一口はこれ、山椒をこのようにね、胡椒みたいにガリガリ削るやつがありましたんで、これで砕いて、これ今上に乗ってるの分かりますか。かなり新鮮で香り高い山椒の味と、なぜこれまで山椒かけないでね、ずっとうなぎ食べ続けてたのか分かんないんですけど、そして最後の一口もいただきました。そしてまた漬物が残っていました。なんか江戸時代の食べ方によると、漬物を食べて、そしてビールと、ビールじゃないか、お酒と一緒に飲んで、そのうなぎが焼き上がるのを待つのが粋な江戸の人の楽しみ方だったらしく、また江戸時代の人はね、せっかちだったらしいけれど、しかしそれでも、うなぎが焼き上がるのをそこでせかすというのは非常に無粋なことだというふうにされていたんだそうです。さて最後にいろいろと教えていただいて出てきたんですが、このお店の住所は岸町、水にまつわるなんかそんな名前ですよね。まるですぐそこに岸があるような名前。鉄道商家に浦和に浦和なけれども大宮駅に宮ありてと、この辺り東北本線の景色を歌っている一節があるんですが、浦和駅の住所は高砂、これもまた水にまつわるような名前ですけれど、これはですね、もともと浦和の辺りまで結構水が来ていて、実は江戸時代とかそれぐらいのちょっと昔ぐらいはですね、ここに水が来て、それでうなぎも普通に登って取れたらしいんですね。だから地元で取れたうなぎ、それをお客さんにそのまま提供していたのがどうもあの辺のお店だったようです。だから浦和はもちろんうなぎのお店屋さんも多いのです。皆さんに今日一日うなぎの様子をご覧に入れました。どうだったですかね。うなぎのこともある程度皆さんに知識と交えてご紹介したつもりでしたが、私も今回うなぎ屋さんでいろいろと勉強させてもらったこともあり、また一層うなぎのことが好きになりました。こんな可愛い顔をしておりますけど、絶滅危惧種のうなぎくんです。今日はそれを4匹分ぐらい食べてしまったということになります。ちょっとさすがに罰が悪いかなと思います。もう当面食べないようにしようかなとも思いますが、それよりも環境を大事にしてですね、うなぎを食べること自体がそのままうなぎの絶滅危惧種であることに対して悪いのかどうかちょっと私には分からないんですけれども、しかしうなぎ一つに限らず、もっと広い視野で環境のことを考えるということも、これだけ一日にうなぎをたくさん食べますとね、やはり嫌顔でも思わせられるものです。ともかく今回一日かけてですね、うなぎを食べまくって、そしてこれだけ食べたけれどもちっとも飽きることがなかった、やっぱり本当に素晴らしい食べ物だったんだなということは改めて気づかされました。長い動画だったけど、皆さんここまでご覧になったということは、やはり皆さん同様、人がうなぎを食べているのを4回も見てもご覧になってね、飽きないほどうなぎはやはり魅力的な食べ物だったということを再確認されたんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。